紅葉山東照宮紅葉山とは、江戸城の西丸の東北にある丘。本丸と西丸のほぼ中間にあたる。古くは、鷲の森とも呼ばれた。現在は、東京都千代田区に属し、皇居を構成する一部となっている。大田道館の江戸城追記以前から存在し、元は古墳であったとする説もあるが、確証はない。また、目青不動は、元は、 紅葉山にあったものが道館の江戸城追記時に、城外に移されたと言われている。その後は、日枝神社が置かれたが、江戸城拡張工事によりこれも移転する。江戸幕府成立後の元那四年、紅葉山に徳川家康の病所が置かれ、家康の命日である4月17日には、将軍が紅葉山の東照宮を参詣する紅葉山御社さんは、 幕府の公式行事の一つであった。また、秀忠以後の歴代将軍の描書も、紅葉山に設置された。また、寛永16年には、木内の文庫が、富士見邸から、紅葉山に移転、整備され、紅葉山文庫と称された。また、紅葉山御社山などの重要行事に備えて、音楽を司る楽書も設置されていた。紅葉山の警備。 防災のために紅葉山火の番、霊廟の管理を行う紅葉山坊主、楽所の管理と演奏を行う紅葉山学人、東照宮や各将軍の霊廟を掃除する紅葉山掃除のものが置かれていた。江戸会場後、明治政府によって、東照宮などの病所は撤廃された。この場所にあった石鳥居が、上野東照宮の池の旗の参道に移築されている。 紅葉山文庫の蔵書は接収されて、後に内閣文庫とされた。大正3年、紅葉山御用産書が設置されて、現在も用いられている。山本、日本史大辞典。ありがとうございます。